自民党安倍派のパーティー収入が裏金化され池田義孝衆院議員が逮捕された事件で議員の事務所の中ではキックバックされた裏金について池田さんが自由に使えるお金と呼んでいたことが分かりました。池田義孝容疑者者は会計責任者と共謀し、一昨年年までの5年間で、の間 派閥からのキックバックおよそ4800万円を収支報告書に記載せず嘘の収入額を記した疑いが持たれていますその後の関係者への取材で池田事務所では派閥からキックバックされた裏金を池田さんが自由に使えるお金と呼び取り扱っていたことが分かりました池田容疑者はキックバックされた裏金の金額をスタッフには伝えず地元事務所の金庫などに保管し 自ら指示のもと管理していたとみられています一方、池田容疑者の関係先の家宅捜索で工具で破壊された記録媒体が見つかっていたことも分かりました池田容疑者の一部の秘書は調べに対し議員本人から証拠隠滅を指示されたという説明をしているということで東京地検特捜部は証拠隠滅も池田容疑者が主導したとみて追及しています